皆さんこんにちは、美人です。失礼いたしました。本日に関しましてはこんばんはの方が適しているかもしれませんね。はい、ということで本日は久しぶりにナイトルーティーンをお届けしたいと思います。戸締まりとっても大切、なんて言ったってヴォーナルゴの一人暮らしでございますので、やっぱり危険なことがあってはいけないぞということでございます。はい、ということで靴を脱ぎ散らかしまして、一応こちらですね、カメラあることをちゃんと分かってます。はい、あくまで自然ですけどみたいな演技をぶちかましているだけでございます。はい、ということでリビングに到着しまして、一旦本日一日いい子いい子でお留守番してくれたツタチン愛犬ですね、ただいまとご挨拶しまして、お洋服を着替えたいと思います。こちらのお部屋はですね、もともとパソコンのデスクですとかいろいろごちゃごちゃ置いてて作業部屋みたいな感じだったんですが、あまりに私のお洋服が多すぎてですね、お洋服のために一部屋潰しました。はい、ということでこちらの部屋は別に誰に見せるお部屋でもございませんので、おしゃれさは皆無なんですけれども、ただただ便利にお洋服を収納できるだけのお部屋となっております。ダサラック、ダサタンスを置いております。はい、ということで時計を一旦外しまして、こちらちなみにカルティエで購入させていただきました。本当にとんでもなく高かったんですけれども、人生で一本は綺麗な素敵な時計を持っておきたいということで、清水の舞台ぶっ飛び降りるぐらいの勢いで買いました。はい、ということで手を清潔に洗っております。それをですね、何のためかというと、この後スタチンにもうベタベタ思う存分いい子いい子してあげるためでございます。はい、ということで清潔になりまして、髪の毛邪魔なんで一本にまとめたいと思います。はい、私マジ太った、超デブなんやが、腹やば。もう私最近さ3キロぐらい太ったんですよ。そんなことどうでもいいんですよ。はい、ということでツタチンとイチャイチャタイムでございます。私の天使です。もうこの子のために生きていると言っても過言ではありません。もう私の一番大切なもの、自分よりも大切なものでございます。はい、お手もおかわりも、基礎も全部できます。一個一個かわいい、えらいね。はい、でご飯っていうか、おやつみたいなものもあげちゃったりとかして、で、この後お散歩に行くんですけど、お散歩はですね、毎日朝と晩2回1時間ずつぐらい行ってます。どっちか行けなくて1日1回になってしまう時もあるんですけれども、はい、スタチンはお散歩が大好きです。お散歩っていう言葉は魔の言葉なので、行かない時に不用意に使ってはいけない言葉でございます。はい、ということで、あ、待って、背中たくましすぎない？マジノット案件なんだけど、ノーノーノー。はい、ということで行ってきます。はい、私のお散歩が大好きなんですね。くん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 、自分勝手大好きでございます。嬉しそう、足早で草かわいい。はい、でこちらがですね、マンダリンブラザーズという1階がカフェになってて、2階がワンちゃんのグッズとかお洋服とかおもちゃとか、そういうものが置いてあって、すごい私の大好きなお気に入りのお店なんですが、中目黒の目黒川沿いにありますので、よかったらみんなも行ってみてください。はい、ということでこちらのコーヒーがとっても美味しくって、コーヒーを買ってツタチンのご飯もね、ここで今日は外食でございます。今回何したんだっけな、ポークだったっけな、忘れちゃった。で外のテラスっていうか、ベンチみたいなものがあって、そこで、ツタチンと2人でコーヒー飲んだり、お水あげたりとか、ご飯食べさせてあげたりとかしております。この時間が本当にかけがえのない時間ですね。もう唯一のストレス発散法といっても過言ではないですよ。ツタチンペロペロお水飲んで、ご飯も美味しそうです。嬉しそう、美味しい、かわいい、 I love you。はい、ということで帰宅しましてですね、ツタチンの足をふきふきしていきたいと思います。なんかね、毎回シャワーで洗ったりとか最初の頃はしてたんですけど、それってなんか良くないって聞いて、やっぱりなんか洗いすぎて肌が乾燥してしまったりとかするみたいなんで、私はノンアルコールの除菌シートみたいなやつで、ワンちゃん用のやつなんですけど、はい、それでふきふきするぐらいにしてます。おいで、嬉しそう、行くよ、ツタ、おいでついてきてる、かわいい。ワンちゃん飼ってる方は分かるんじゃないですかね、気持ちが。これは何してるかというとですね、ツタチン吸いをしています。犬吸い、もうツタチンの匂いを吸い込んでおります動物飼ってる方はみんなやるでしょ。はい、ということで、もう出かける用事がないので部屋着に着替えました。だいたい T シャツか短パンですよね、皆さんも。で髪も邪魔なんで縛っております。この後私何したんだっけ、化粧落とすんですね。はい、化粧落としていきたいと思います。
でね、化粧落としなんですけど、マニョのめっちゃ有名な黄色いオイルクレンジングあるじゃないですか、あれを使ってたんですけど、最近なんかよりなんかめっちゃ強いですよみたいな、ディープクレンジングみたいなやつがマニョから出てて、オイルクレンジングなんだけど、でそれを買ってね使ってみてるんですけど、私は普通のバージョンの方が好きかもみたいな。なんかね、このディープクレンジングの新しいやつの方がなんか水っぽいテクスチャーで、腕のとこまで結構その落ちてくるわけですよ。だからなんかうっとうしいなと思うのと、あとやっぱディープクレンジングっていうぐらいだから結構洗浄力は多分強くって、なんか洗い上がりが突っ張る、乾燥する、黄色いやつの方が、元々のその古いやつ、古いやつっていうかもう黄色いやつの方がなんか洗い上がりがしっとりして好きです。で化粧落とし終わったのでお風呂に入ります。いや見ちゃやだ。いやでもなんかちょっと待って、なんかちょっとシルエット見える、裸のシルエット見えてないみたいな、なんかエッチじゃないみたいな。これを見てる男性の視聴者の方は大興奮なんじゃないですか。はい、ということでお風呂上がりまして、とりあえず一旦パックしてます。この VT のレチノールのパックがマジで大好き、もう何個リピしたんでしょうか、大好きです。レチノールなのに毎日使えるんですよ。はい、でパックしながら洗濯をしていきます。ここは別に何も別に情報はないです、プレアフレグランス使ってます、アタック使ってますぐらいですおもんな。はい、ということで洗濯回してる間に、あ、カメラ気まずい、髪の毛を乾かしていきたいと思います。やっぱりね、私はこのモロッカンオイルが好きですね。ライトと普通のバージョンがあるんですけど、私は普通のバージョン使ってます。髪伸びたと思わない？これエクステ外して地毛なんですよ。すごい髪伸びたんですよ。この調子でロングヘアの爆撃ウォーネーさんを目指していきたいなと思っております。ドライヤーはリファです。なんかリファのさ、あの大きいやつ持ってたんだけど、このその大きいやつ重すぎて、はい、軽いやつ、ちっちゃいやつに変えました。今見てたのはですね、 YouTube のコメントです。こんな感じで、髪乾かしながら見たりとかして、いいねポチポチしてますよ。でこの間にあの Uber Eats 多分飲んだはず。でスキンケアをしていきたいと思います。スキンケアします。今めちゃくちゃ肌荒れしてるんですよね。ランコムの化粧水が本当に大好き。なんかオイルが入ってる化粧水なんですよ。だから使う前にちょっと何回か振ってから使うんですけど、本当にしっとりするから本当に大好きです。でランコムの美容液、この美容液もね、本当にね、なんか透明感が出る感じがしてすごく好き。最近ランコムのスキンケアがお気に入り。でこちら SK-II のとんでもない高いクリームです。前にあの SK-II のイベント行った時に1個プレゼントでいただいて、もう到底自分では買えないんですけれども、あのプレゼントでいただいたんで使ってます。これもやっぱいいですね。 SK-II はもう間違いないですね、はい、お金が続くんだったら使い続けたいけどね、いかんせん高いので特別な時に使ったりとかしてます。ご飯を食べたいと思います。今日の私のご飯はクラムチャウダーと、あと一応これだけだとお腹空くかなと思ったんでライスも頼みました。こういうのめちゃくちゃ具沢山じゃない。いただきます。すべてがめちゃくちゃ大きいのね。じゃがいもとかさ、ブロッコリーでかない？うん、勝ち。何が勝ちなんでしょう。はい、ということでツタチンとゴロゴロネットフリックスタイムでございます。プロジェクターを私持ってるので、プロジェクターで見ることが多いですね。こんな感じでいつもツタチンとひっついてゴロゴロしてます。
本当だったらこの時間にいつもあのご飯あげたりとかするんですけど、今日はあのお散歩の時にあげたので、はい、こちら飲むエルメスでございます。ビタミンですね。これなんか味苦手っていう人多いけど、私は結構好きで、すっごい濃いオレンジジュースって感じで、これ飲むと次の日マジで元気出るから本当におすすめです。この間韓国行った時に免税店で、箱買いしました。箱買いで30日分を3つぐらい買いだめしてきました。酸っぱ、ちょっとやっぱね、飲むエルメスっていうだけあってかなり高いんですけど、その明日の活力には変えられないということで本当に高いんですけど買いました。はい、ということで歯を磨いていきたいと思います。あのこの私が使ってる歯磨き粉、朝起きたてでもキスできるみたいな、なんか大文句、なんかそんな感じだったんですよ。でも全然無理です。普通にもうドブです。朝起きた時の口臭なんて、みんなもそうですよね。あんたたちみんな口臭ドブですよね。私もそうです寝起きはみんなそんなもんですよね。フロスして、まあフロスっていうか、あの歯間ブラシみたいなやつを今回は使ってます。これはですね、クチュクチュペーでございます。なんかさ、こんな感じで改めて自分のナイトルーティーン見るとさ、あ、こんな感じなんだと思うよね。なんかちょっとでも参考になるところがあったらいいな。スタチンにおやすみ、おやすみ、おやすみ。スタチンはね、結構私がねちょっと動いたりとかしても起きちゃうので、最近は別々でずっと寝てるんですよ。その方が安心してぐっすり眠れるんじゃないかなと思って。告げまして、私は寝室に向かっています。はい、こちらが私のベッドルームでございます。もう寝るときはですね、もうビジュアルなんかどうでもいいですね。枕元に、ミストをシュッシュッシュッとしてゴロゴロタイムでございます。はい、ということで、どうしたの、じゅんちゃん。これはですね、髪の毛を守るナイトキャップで、シルクのナイトキャップでございます。やっぱり美容系やから、美しい髪は保っていかなあかんよということで、寝てる間にね、枕と擦れて摩擦が起きて髪のダメージがちょっと自分がおもろすぎて髪にダメージがいってしまったりすることもあるので、そういったことを防ぐためにナイトキャップを最近ずっとかぶって寝ています。でね、ベッドに入る前に枕にスプレーしてたのはこれですね、ニールズヤードレメディーズというブランドのグッドナイトピローミスト。これはですね、お知り合いの方にもらって使い始めたら気に入ってしまってリピートして新しいものを買いました。ラベンダーの香りがすごく癒されて、入眠までが早いような気がするので、不眠症に悩んでる方とかは気休めかもしれないですけど、試してみるのもありかなと思います。時間もね、かなり遅い時間になっていますが、今日も一日私は可愛かったし、頑張り屋さんだったし、すごく可愛くていい子だったなということで、明日も一日いい日になりますように。皆さんも大変な一日を過ごしたかもしれませんが、お疲れ様でした。では皆さん、おやすみなさい。 Good night。